ラナイ島は太平洋、アメリカのハワイ州に属する島。ハワイ諸島の中心部に位置する火山島で面積は364.0平方キロメートル。最高峰はラナイハレ山である。島の愛称としてパイナップルアイランド、プライベートアイランドなどと呼称される。これはかつて世界のパイナップル生産高の20%を 閉めるほどのパイナップル産出島であったことや、島の98%をアメリカの商事会社キャッスルクックが所有していたことなどからついたニックネームである。島のほぼ中央に位置するラナイシティに住民のほとんどが居住している。ラナイ島は戦死時代のほとんどの機関をマウイ島に支配されていたため、先住民はほとんど居住していなかった。百七十八年、 ハワイ島の主張であったカラニオプーは、マウイ島との戦争を介して、カメハメハシキの下、ラナイ島を占領した。ヨーロッパ人で最初にこの島を目にしたのは、イギリスのジェームズ・クック船長の後継者、チャールズ・クラーク船長で、1779年のことであった。欧米人として、初の上陸を果たしたのは1823年に、やってきた、宣教師、ウィリアム・エリスで、エリスは、 自ョナラティブオブ、エイツアーオブハワイにて、ラナイ島の人口を2000人程度と見積もっている。1850年代に入ると、モルモン教徒によって、ラナイシティの南部に位置するパラワイ盆地に、コミューンが形成された。指導者、ウォルター・ギブソンの下で、モルモン教徒たちは、ラナイ島の土地を買い漁った。しかし、1864年、ギブソンが、教団名義でなく、 自分名義で土地を購入していたことが明らかとなり、ブリガム・ヤングによって破門されてしまう。ここでの異常交渉は失敗に終わり、モルモン京都はオアフ島へと移住していった。島の中心となったラナイシティ1888年、ギブソンの末裔によってマウナレー・シュガー・カンパニーが設立されると、サトウキビの栽培が開始された。しかし、 これらの事業は1901年には破綻し、ギブソンが所有していた土地はすべて売り払われ、その後は所有者が転々とした。パイナップル王と呼ばれたドール社のジムドールが、ラナイ島を世界最大のパイナップル農場にするため、1922年にラナイ島の所有者で牧場を経営していたアメリカ人の宣教師、ボールドウィン一族からラナイ島を110万ドルという安さで買い取り、 島の6分の1をパイナップル畑に開墾して行った。しかし、1966年にドール社はハワイ大財閥の一つキャッスルクックに買収されてしまう。ドール社買収以後はキャッスルクック社がラナイ島の98%の土地を所有することとなる。しかし、1992年東南アジア産の安いパイナップルの市場進出に押され、 パイナップル畑が閉鎖となる。キャッスルクック社は、ラナイシティに、ザ・ロッジアット・える島南端のマネレベイに、ザ・マネレベイ・ホテルという豪華なホテルを建設、観光振興を図った。現在、両ホテルは、フォーシーズンズホテルとなっている。2012年6月、オラクルコーポレーションの創業者、ラリー・エリソンは、キャッスルクックが所有していた。 ラナイ等の土地をすべて金額未公開にて購入した。これにより、島の土地の98%はラリー・エリソンの持ち分となり、残る2%が国有地となる。ラリー・エリソンはこの島を持続可能な開発のモデルとして、有機農場などとして開発し、作物を日本などに輸出する構想を持っている。 他のハワイ諸島と比べると乾燥した土地であるが、気候は比較的温暖である。平均気温は夏で摂氏23度、冬で摂氏19度。ラナイシティにおける年間降雨量は1060ミ、mm、リメートルであるが、海岸沿いになると381ミ、mm、リメートルになる。島の大部分は未開発なままで、国や州、軍の管理する公園はない。公立公園としては、 ラナイカンパニーが保有するフロポエビーチがある。また、北西から南東に走るラナイハレ山を含むムンロ、トレールでのハイキングなどが人気を集める。ゴルフリゾートとしても知られており、アメリカのゴルフ雑誌、ゴルフダイジェストにおいてトップ10にランクされるデザイナーコースなどがある。その他、フロポエビーチでのシュノーケリングやスキューバダイビングなども盛ん。ありがとうございます。